高持さん大蔵は、宮城県栗原郡月立町出身で、高島部屋と熊谷,谷部屋に所属した大相撲力士である。本名は、よもぎたみつよし。最高位は、西関分け。現役時代の体格は179センチメートル、145キログラム。特異種は月、推し、もろざし、より。現在は、年より、高島である。 肉牛を飼育する農家の三男として生まれた。よもぎた兄弟は全員運動神経に長けていて、長兄と弟は相撲が、時系はバレーボールが得意であった。月立中学校に入学してから本格的に相撲を始め、中学時代は2年連続して、全国中学相撲選手権大会の宮城県予選の個人戦で優勝という実績を残した。 二年生の時に高島親方の勧誘を受けたが、その時点では高校への進学を希望していたために、断っている。中学卒業前、再び勧誘された時はその熱意に押し切られ、高校進学を諦めて、各官入りを決意した。1973年春、上京して高島部屋に入門し、同年、三月場所で、初土俵を踏んだ。この年は、 中学生の入門が禁止されてから初めて3月、卒業見込みの者のを入門させることが許可された年であったので、同期生が多かった。その中には、同じ一門である宮城野部屋の後の前頭、畜養山幕にもいた。必ずしも出世は早い方ではなかったが、23歳で迎えた1981年5月場所にて、新十両昇進を果たした。この時点で、 築養さんはすでに重量を経験していたが、同場所では幕下に在位していたので、ここで追い抜いたことになる。重量は3場所連続勝ち越しで通過して、同年11月、24歳で新入幕。第樹久明以来、高島部屋からの久しぶりの幕打ち力士として、期待された。しかし、師匠が健康を害して部屋経営を断念したため、1982年、 11月場所から同部屋の所属力士は、同門の熊が谷部屋に移籍した。師匠から徹底した押し相撲を仕込まれた会があり、出足の速さは、当時の相撲界では、際立っていた。押し相撲だが、諸差しで一気の速攻も冴えた。新しいタイプの技能派力士と言われ、親方の教えが1982年7月場所と、翌年11月場所における、 技能小受賞にもつながっている。不成績や右足首の怪我により新入幕の後に二度重量に陥落したが、いずれもすぐに番付を戻し、三度目の入幕を果たした1983年3月場所からは幕内に定着。1990年1月場所まで42場所を連続して幕内の座を維持した。1984年1月場所では最高位となる。 西関分けに昇進している。しかし、出足の後の攻めにやや力強さを欠いたため、幕内上位では二桁黒星を喫することが多く、上位や三役に定着するには至らなかった。横綱戦では17戦全敗と、結局一度も勝つことはできなかった。大関戦でも2勝35敗特戦した。故郷である栗原軍月立町では、 工房さんが勝利した日には花火を打ち上げて町民に知らせていた。現役晩年は十両に陥落、西十両11枚目だった1990年11月場所中、幕下陥落が確実となり、引退を決意する。引退後は年寄り、高島を襲名して、熊が谷部屋付きの親方となったが、1993年5月に、同部屋から独立して高島部屋を再興した。 しかし、関取を育てられず、2011年6月17日に、所属力士が0人になったために高島部屋は消滅し、高島は同門の春日山部屋に転属となった。2016年10月19日に、春日山部屋が閉鎖となった後は、置いて風部屋に転属したが、同年12月13日に宮城野部屋へ再転属している。二千十六年一月、 日本相撲協会理事選挙に出馬するも6票を獲得にとどまり落選する以降協会内では観察委員を務めていた2018年2月の理事選挙に再び出馬1問外の票も上積みし12票を得てトップ当選を果たしたこの選挙では現職理事高野花浩二の投落をめぐり話題となる中で前回落選の雪辱を果たした この初当選の弁で一問が断結した結果、みんなで一緒にやっていかないといけないと述べた。3月28日の職務文書で大阪場所部長に就任した。また2019年9月場所には審判部長代理に就任することとなった。これは現職の審判部長である大野松が高血圧の治療により休場することになったためである。 代理就任中の千秋楽の表彰式では、9月場所優勝の関和げ、三竹海久塚さ、11月場所優勝の横綱、白鵬賞への優勝記事をも担当している。2020年1月30日の役員候補選は、定員を超過しなかったため2008年以来6期12年ぶりに無投票となり、高島を含む理事候補10人、副理事候補3人が全員当選。 同年3月23日の評議委員会で正式に理事として選任された。2021年3月31日、照ノ富士春王の大関復帰昇進の伝達式では、協会理事として死者を務めた。ありがとうございます。